今回の企画は富士急ハイランドの乗り物を乗りながらキーワードを見つけろ選手権。数々の絶叫マシンを捉える富士急ハイランド、そこに新しいバイクライド型新キャラクターが登場。果たしてキーワードを全て見つけることができるのか。富士急に来たよ。来たよ。最悪食われた。すいません。すいません。本当に。すいません。本当小学生なんで。はい。鉄骨番長。鉄骨番長。大丈夫。鉄骨番長。鉄骨番長ですが。どうですか。こういうの乗ったことありますか。初めて初めて。初めて。多分ない。うん、初めてよもちろん。本当。うん。じゃあさなまるはどっちを選ぶんや。俺か A カーか。え嘘やん。そんな速攻言う。え俺ほんまに一人。え？え俺ほんまに一人？うんほんまに一人や。ほんまに一人やで。わーい。さなまるはきっとね、一発目はね、僕と一緒に乗ると思ってたんですけど、あれですよ。イエーイ。ちなみにここに、タコ食い。映ってます。かわいそうに。そうだ、うちらはね。そうそう。一番最初にこれを今乗ってるんですけど、ペスさん見えるかな。いや。遠心力でしょ。お尻が外側じゃん。なんかこれちょっと、まあ、風の運とかもあるんじゃない。まあ確かに 風はある。全然寂しくない。はい、来た待って。あっわー、というわけでですね、サナはこちらからじゃじゃん、見てください。キーワードを掲げていこうかなと思います。今サナが掲げるキーワードは最初はこちら、夏でございます。えすごい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 。では掲げていきたいと思います。もうなの。あでも景色綺麗。すごい。あでもあ気持ちいい気持ちいい。メサナちゃんどこ？おった見えました。どこどこ。あ、おったおった。あ、見えた見えましたよ。あ、見てよこれすごいでしょ。下から見るとこんな感じ。やばい。あ、以上です。高くなると見えちゃうんでこの辺で終わりにしたいと思います。もぬけの殻です。お疲れ様でした。やばいお疲れ様でした。マジでふわふわしてる。髪の毛やばくない。え髪の毛思った思った。髪の毛ボッサー。そうやんそうやん。せっかくゲットしてきたのに。そうやで。朝早くから見えましたか。ちなみに見えました。これちゃんと見えた。しっかり見えました。しっかりで見えた。1個目ですからね。確かに、まあ、1個目は簡単よ。ちょっと酔っ払ったかもしれない。じゃあ次行きましょうか。そうね、行きましょう。次行こう。はい、次行ってみよう。イエーイ。続いては、はい、内山に乗ります。イエーイイエーイ。あでも1個目はね結構楽やったんで。確かにね。まあ2個目もサクッと平気やから。マジ、うん、2人は俺多分声も出さへんと思う。あんまり自信ある。まあ余裕かな。余裕。余裕だと思う。まあ私も余裕やな。いや乗らへん。早い。これやから余裕や。山が帰ってきた。終わった後の人たちの顔がすごいもん。というわけで次はこちらでございます。
けるの難しいんですけどね、まあ、この辺なのかなと思いますね。見えるかな、多分帰ってくる時とかに見やすいんちゃうかななんて思ってるんですけどね。そして次のキーワードはこちら、遊ぶという字ですね。うわ、そしてね、めっちゃ雨のことが来てたんですよ。今日マジで暑い、すごくいい天気。今日の撮影大丈夫かなって心配してたんですけど、タコくんが、いや俺は晴れ男だから天気のことは一切気にしてないって言ってたんですよ。いや晴れすぎでしょマジで、見てくださいよこれ、やばくないっすか、マジすごすぎる、暑すぎる。治ったよかった。行きます。行ってきます。やばい、どうしよう。どこにおんねやろな、この藤山。私が今までこれって世界あーどうしよう、これ多分あの人生で一番怖いんだと思った。一番後ろって一番怖いって。お疲れ様でした、お疲れ様でした。いいよ、これはね、素材見てもらったら分かるけど、うんうん、俺目上げてたで、めちゃめちゃ頑張って、すごいやん。めっちゃもう周り見渡して余裕やった、余裕やった。私多分エーカーと目合ったんちゃうかなって思ったね。気づいたやろ、全く見えなかったマジでもうそれどころじゃなかったよな。ちょっと意識がもう もうちょっと、開けてからじゃないと、ね、酔っ払ってます、うん、めちゃめちゃ楽しかったですね。楽しかったですね。一旦じゃあ休憩入りましょうか。そうですね、一旦休憩、行ってみよう、イエーイ。やったー、乾杯。え、ええか、なんもないやん、うん、あ、いつものやつね。そう、いつもね、こういうことか。絶対に半分以上こっち来るっていう、ハッピーセット。うわ、見た目がいいね、プルプルしてる。まあまあ、一旦ね、一旦らしいね、ありがとうございます。一旦ね、そう、まあ、いただきます。そうだよね、いただきます。めっちゃこれパス風になっちゃう。別に普段食べばいいけどさ、うん、めっちゃ隣と後ろに座られてしまった。ふざけんな。おー、さなまるの声一番大きかったんだよ。話さなきゃいけないし、耐えるってことは。そうだよね、うん。あの一言で言うとマジでファンタスティックな感じ。ファンタスティック、マジでファンタスティックな感じ。ファンタスティックな感じ。あーっつって、うーっ。手を合わせてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ次行ってみよう。赤びしゃです。めちゃめちゃ二人とも似てるマジやばい。
口から心臓が出そうです。俺は鼻からラーメンが出そうです。どっちの。あー、頑張ってください。頑張ります。続いては高木さんなんですけれども、こちらの場所で私は待ちたいと思います。今回はちゃんと日陰選びます。あ、これご飯の後に食べるのやばいです。食べるの意味分かる。俺ご飯の後に乗るのやばいですよ。やばい、この音が無事高びっしゃ高びっしゃ高びっしゃ落ちるぞ。残像しかないんやけど。待って、こっからってこと？こっからが本番？こっから本番です。え、めっちゃ怖いんやけど。やばい。で、待って、どうしよう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 。めっちゃ怖いけど、めっちゃ怖いけど。めっちゃ怖い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 。周りもう見えません。いや、周り見て。せっかくやったら見て。体験思いをするぐらいなら、私は。潰ってた方がマシだと思いますか。待って。おー、見て、下。あ、下見て。覚悟します名言出たね。というわけでみんなを迎えに来てる最中なんですけれども、勇気が出ません。まさに私。というわけで迎えに行きたいと思います。はい、おかえりなさい。おかえりなさい。わかった。わかった。わかった。いや、3人ともやばかったんや、さっきまで。今回わかった？今回わかった。そうそうそう。今回楽しかった。続いては、パニックロック。おいしょ。さっき見たんだけど、終わり方よかった。というわけで、ちょっとまた行ってもらおうと思います。はい、いってらっしゃい。頑張ります。一言やな。ハル君とマスちゃんがめちゃめちゃ兄弟みたいなんで、めっちゃ面白いです。場所移動完了しました。今もじゃあこちら、じゃじゃん、市でございます。もうここまで来たら大体キーワードつなげてたらなんだろうなって分かる方も多いと思うんですけど、分かってくれるかなー。なこれ楽しそうですね。ちょっとバイキングに近い感じです。一番苦手。怖くなったら俺の腕掴んでいいからな。ちょっと日焼けするからどうにかしてくんね。仕方がねえから、お前の肌俺が守ってやんよ。別に守りたいなら守ってくれてもいいけど。笑わせんじゃねえよ。守れなかったら一緒に死んでやるよ。私が生き残るわ。じゃあ一つだけお願い聞いてくれるか。何？文字だけちゃんと見といてくれ。でも見てもあなたに教えないわよ。なんでだ。まずいよ。まずいね。あ、ありがとうございます。ちょっと待って。いやー、ちょっと待って。もうやもうやもうや。全然見つけられません。ここや。
どうしちゃうか、マジで。ほんまに俺無理やねんな。俺ほんまに無理やねんな。楽しかったね。楽しかったな、サナマル。やっぱ俺たち。お疲れ様でした。楽しかった。すごいこれ。二人はもう余裕でしたね。楽しかった。もう手振ったの分かった？分かった。あ、気づいてくれたと思って。なんか親の気分やった。あれ、それサナマルに手振ってた。俺に手振ってたかと思って。俺手振ってた。めっちゃ恥ずかしいよ。あ、久しぶりって思い取りすぎていくやつ。それ乗ったね、多分ね。まあ、俺ではないやろなって思った。じゃあ次行きましょう。イエーイ。続いてはこちら、シャイニングタワー。イエーイ、行ってみよう。今日は一人で乗ることになりました。じゃあね、ニミヤン。グッバイやもん、仕方ないよ、それは。ニタリさん、どうぞ。よっしゃー。行きます。すごい。あ、そっちか。ありがとうございます。涼しい。めっちゃ涼しい。僕は一人で観覧車に乗ることになりました。そんなことある？一人で観覧車なんかある？わあ。すごい、落ち着いて全部が見える。はい、ということでね、一人で今乗ってるんですけど、めちゃめちゃすごい。これ冷房がね、かかってるんですよ。一人だと本当に寂しいと思うじゃないですか。全然寂しくないから、一人でずっと喋り続けます。全カットでもいいんで絶対喋り続けます。ということで、一人二役でもやろうかな。今日は遊園地に来れて嬉しいね。そうだろ。俺は君と富士急に来れて最高に幸せだよ。嬉しい。あの、一つだけお願いがあるの。どうした？私の代わりに文字を見つけてほしいの。分かった、俺に任せろ。文字を見つけてやる。ということで、サナちゃんどこだ？続いてのキーワード、こちらよ。まだね、今掲げてしまうとバレてしまうので、結構上の方に行った時にキーワードを出していきたいなと思っております。ちょっと本気で探す。本気で。頂上を越えてしまった。普通にちょっと下がってたら頂上を越えて。終了。10秒だけ。簡単やからね。10秒しかできません。楽しかった。あ、帰ってきた。あ、おるやん、今度。あの、ちょっと大ピンチです。マジで見つけれないです。マジで見つけれないまま、もうすぐ観覧車が終わってしまいます。お疲れ様でした。わかりました。あのね、サナちゃんは見つけた。はいはいはい、はい、でも見つけた時にはもう掲げてなかった。そうそうそう、もうある程度のところでやらないとバレると思ったから掲げてたね、半分。もう一周行きたいぐらいなんですけど、もう一周とか行っちゃダメなんですかね。あ、冗談です。他国の冗談に付き合ってくれる。付き合ってくれる。え、どうでしたか？いや、やっぱ観覧車って一人で乗るもんなんやなって思った。あ、なるほどね。確かに。あ、そう。え、どこにおった？ちなみに他国の途中でこうやってやってたのも見てた。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。というわけで、こちらのキーワードは失敗です。失敗だ。本当に。次でラストですね。マジか。で、次は確実に。そう、次は確実に仕留めます。行ってみよう。イエーイ。というわけで、こちら6本です。こんな贅沢なことあっていいの？贅沢よ。やばい、これ待ってました。これを乗りに来てますからね、今日は。今日はそう言っても過言ではない。最後のキーワードはこちらでございます。こちらですね、キーワード全部揃えました。果たしてみんなちゃんと分かってくれるのかな。ついに男チームが。そうそう、バイクといえばね、そうそう、ロマンとかありますからね。今回初めての一人シングルライドです。文字は見つけられるのでしょうか。この辺でかかってたら、この辺でちょうど見えるんじゃないですか。
ジマ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 ジこれ見えたんじゃないですかね、多分。なん絶対見えたでしょ。ありましたよ。あとは楽しむだけや。こっから真顔選手権やる？みんなで。決め顔選手権、OK。今から決め顔選手権をやります。できたね、こちら。ゾッコン。本当にゾッコンにゾッコンだわ。いいこと言った。ずっと喋ってる。それでは、はい、はい、答え合わせを。あ、ここでいいですか。はい。はい、というわけで、すべての乗り物を乗り終わりました。やったー。お疲れ様でした。楽しかった。いや、楽しかったね、総じて。でも、本当にいろんな種類の乗り物があるね。ねえ。まだ乗れてないから。まあ、そうね、まだ全部は。乗れてないんですよね、で今回の企画、はい、皆さん文字は見えましたか？見えたものと見えなかったものがある。じゃあそれの答え合わせをしていきたいと思います。おじゃあ3人同時でつるっと言う。つるっと言う。一個一個は分かんねんけど全部は分かってない。まず1個目。お、なるほど。3人じゃあ同時に言っていただいて。はい、はい、せーの。夏。よっしゃ。はい、ニコちゃん振ってる。ニコせーの、浜。え、なんて、待って、誰も当たってなかったと思うけど。え、なんて、なんて、は、うち花。花、うんって言った。わからんかったから。うん、うん、みんな外れ。じゃあ3個目。はい、半分しか実は分かってないのよ。え、3つ目何やったっけ、思い出されへん。高飛車のやつやんな。そう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 。せーの、ね、え、何やったっけ。 B、 うちも B。 え、目。二人正解。何やったっけなと思って。いや、見た記憶あんねんけどさ。目。じゃあ次4個目ですね。うん、4個目。せーの。C。おお、すごい。おお。C は分かった。めっちゃ綺麗に分かった。C は分かった。観覧車だ。観覧車か。か、せーの。よ。う。よ。せ。よ。二人正解。すごい。いや、予想、予想。予想。え、なんて言った、なんて言った。よ。よ。よ。何て言った？俺、せ、せ、せ。あ、ブブブブブブブ。ちょっと分かる。え、のよく当たったな。じゃあもう最後、じゃあ最後分かりますよね。最後は見ながら。最後はちょっと聞いていただいて、せーの。えもう分かりましたか？え、うち一問間違いだ。ってことはなんとなく分かる？え、あんた、え、じゃあ。うちは、え、いい？いいよ。え、私は夏花火しようだと思ったの。あーねー。あ、じゃあ話し合っていただいて。なんだろう、答えを決めていただいて。え、よって、夏ほにゃららほにゃららびしよだから、夏遊びか夏花火かって迷った。あ、花が違かったから。しかも B ひらがなやったし。そうっていうことは、かだから遊び、え、送り仮名の B 遊びじゃん。遊び、夏遊びじゃん。遊び絶対そう、絶対そう。夏遊び絶対そう。あ、まあはいらんの。夏日みたいに言うなよ。3人で考えたアンさんをお願いします。せーの、夏遊びしよう。夏遊びって何？え、夏っぽい遊びしよう。あ、そういうこと。そういうこと、そういうこと。夏遊びしようって。なるほどね。花火か遊びか、ギリギリまで遊びだったんだけど、ね、夏遊びってなんだってなって花火にしちゃったんだ。サナ、ちょっと日本語不自由なとこあるから。夏遊びしましょうということで。なるほどね。どうも。というわけで、残念ながら不正解となりました。完全ならクリアになります。はい、罰ゲームです。罰ゲームはこの後の企画で先行できます。
俺らほんまに苦手やねんって。はい、盛り上げてみて。というわけで、ラブラブのタコくんです。はい、本日はそのままです。ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄に載ってますので、皆さんぜひ、YouTube チェックしてみてね。お願いします。お願いします。頑張ろうね、サナちゃん。